この経営を確定は実績もあります。その中川と8番の中谷、追い込みの仕事をきっちりこなしてきます。福岡の中谷、さあ九州勢上がっていく。残り2周半番です。外から7番の中川誠一郎、内側の1番の木暮康義、木暮を抑え込んでいくか7番の中川、しかしそうはさせると木暮も抵抗していきます。おっとインから木暮康義、木暮突っ張るか、後ろから鈴木健太郎です。乗りに乗れている鈴木健太郎が上がって先頭、番手は山口浩二、あとは6番の中澤英二です。そして1番木暮が引いて、これで4番手キープか。インコース潜り込んでいる広島の池田、あとは外から7番の中川誠一郎も反撃、中川が4番、3番手の外、インコース6番と並走している。先行は鈴木健太郎、番手はがっちり山口浩二、3番手は6番、7番並走、後ろからは木暮が巻くっていく、後ろには高橋大作がついていかない、先頭は5番の鈴木健太郎、番手2番の山口の横まで木暮が上がっていく、山口牽制式直線コースだ、5番の鈴木先頭だ、番手から山口浩二か、外から池田も来た。中川雄介、涼しい顔して巧みなコース取りから直線強襲撃あります。3番香川、山がマークです。山が正人が上がって、残り2周半です。内側2番の新田雄大、新田雄大の横には山が正人、今度は後ろから柴崎と一打、あとは8番の渡辺光平、近畿中部勢上がった。そして4番の星島、内側2番の新田雄大はすんなり引きました。新田雄大引いて現在マッチ団5番手、後ろは5番6番です。あとは9番の山が後方の8番手、第4コーナー回ってきました。柴崎先行です。番手絶好一田和弘、あとは8番の渡辺光平、中部近畿勢盤石です。4番の星島4番手、車間が相手2番の新田雄大まくりとなってまくっていきますが、マッチ団5番手、後ろ5番6番です。山の方は後方の8番手、あとは3番の香川雄介最後方です。さあ詰めていった2番の新田雄大、新田のスピードものすごいスピードで3番手、そして2番手まで上がってきた。先頭しかし柴崎先頭だ、番手から市田和弘です。市田です。付け手は望月英語です。隙あれば突っ込んでくる。そして8番の石崎、さあ難関勢が動いていく。後方から上がってきました。残り2周半番です。5番の吉田敏郎が誘導の後ろ、山田裕二、横上がってきた2番4番の吉川誠、吉川が上がってくる、後ろから平原光太です。平原が上がってきました。そして五冠新一、そして岡田誠洋、最強勢前段、吉川誠がこれで4番手、一方吉田敏郎が後方7番手、すかさず4番手の吉川が巻き返しです。第4から回ってきました。平原光太と吉川のもがき合いだ。3番4番ともがき合い並んできました。インコース3番の平原、外4番の吉川は苦しくなって交代です。番手はこれで盤石五冠新一、あとはまくってきた吉田と篠のまくり、五冠新一がそれを牽制していく。さあ先頭は平原、さあ通り過ぎてきたか、5番の吉田と篠、吉田と平原並んでいる。インから五冠新一も上がってきた、直線コースに入りました。さあ平原先頭か、内から五冠新一か、五冠新一です。あとは6番車を